Social Democratic Party 社民党熊本県連合全国連合社会新報月刊社会民主 Review講演、被爆体験を次の世代に語り継ぐ。講師、中村博さん、千葉県八千代市、原爆被害者の会、会長。社会新報で報告されました。社民党熊本県連合、幹事長の馬場晃生です。社民党は、被爆体験を継承する取り組みを、党を挙げて支援しています。党の機関紙でも各地で行われているこのような取り組みを記事として取り上げ全国に広げています。11月9日号では今回の継承する会の講演の様子を報道しています。橋村副代表から紹介してください。はい、命を大切にする政治へ。社民党熊本県連合、橋村理香です。新報に掲載された記事を紹介します。熊本被爆2世3世の会が10月28日ノーモア被爆者第23回被爆体験を継承する会を開催した。高校生の活動報告では、高校生が9月18日の長崎でのフィールドワークを報告し、小中学校で講師として活動している平和の種まきプロジェクトで子どもたちに伝えたいことについて語った。小中学生には、自分のこととして考えること、現在のこととして考えることを求めているという。被爆者の声を聞くことができる最後の世代として、被爆体験を継承している高校生の姿は、参加者の心を打った。続いて千葉県八千代市、原爆被害者の会、会長の中村博さんが、被爆体験を次の世代に語り継ぐ、と題して講演。被爆当時2歳9ヶ月だった中村さんは、記憶のない被爆者として13年前から語り部としての活動を開始した。平和と命の尊さを説くバトンを若者に渡そうという思いからだという。中村さんは、八千代市の小学校を中心に続けている講話の教材をもとに、広島、長崎の被爆の実相を伝える授業内容を紹介した。今回の継承する会は、被爆者が高齢化する中で、被爆体験のない高校生、記憶のない被爆者が自分ごととして、被爆体験を継承していることを示してくれた。いかがでしたか？このように社会新報では地域の大切な活動を丁寧に報道しています。ぜひ、ご購読をご検討ください。学校に平和、暮らしが一番、戦争はさせない、それが社民党です。Social Democratic Party 社民党社民党熊本県連合代表の今泉克美です。橋村理香副代表は就任後精力的に県連合の広報として皆様に様々な情報を届けています。そんな中で橋村副代表自身のアカウント開設を切望する嬉しい声をいただくようになっています。社民党熊本県連合副代表橋村理香の SNS を紹介します。実は橋村理香副代表は副代表就任以前から自身の Facebook での配信をしています。また副代表就任を機に自身のホームページ Instagram も開設しています。ホームページでは活動報告、活動予定、プロフィールなど橋村代表の人となり行動全般を知ることができます。また、Facebook では、橋村副代表おすすめの地域の自然、学習会の紹介など、橋村副代表の感性、思いに触れることができます。Instagram では、橋村副代表が日々の生活の中からの気づきを率直な言葉で語ります。
党の広報とはまた違った橋村副代表の一面を知ることのできる橋村理科 SNS にもご注目ください。各アクセス先は概要欄の橋村理科 SNS 紹介コーナーに記載しています。ご利用ください。